お願いします。お願いします。そうですね、やっぱあの原作があるものでしかもすごい人気なものなので、なんかやっぱりキャラクターの特徴は掴んでいこうと思ったんですが、割と難しくて、そこがなんだろう、もちろんみんな何回も原作見たし台本も読み込んでやったんですけど、なんかそれが掴めてきたぐらいからどんどん楽しくなってきたのはすごい印象に残ってますね。あとはなんかこうやって舞台に立つこの六つ子の世界観というか六つ子の空気感を本当に兄弟のように作っていけたと思うので、ね、見てもらえれば楽しいものができていると思います。はい、そうですね、カラマツはあのスルーには耐えられるんですけどディスりには耐えられないっていうメンタルを持っていて、アニメだとそこがカット割りであの大丈夫なようになっていたりとかするところをあの演じ続けていないといけないので、そこをどういうふうに自分の中であのその出されたボールを受け取るかなっていうところがちょっと難しかったところでもあります。はい、そうですね、あの個人的なことを言わせていただくと、本当にもうほぼツッコミ1人ということで1対5の対決、ボケ5ツッコミ1で、あの喉と体を使って頑張っておるわけですけども、でも一番なんかやっぱ難しいなと思ったのは、そのアニメの世界観のままのテンポ感とかセリフの感覚とか音とかっていうのがあるんですけど、やっぱ生でその舞台をお芝居としてやった時に、絶対芝居中にしか出せないようなあのテンションの音っていうのがあって、それはやっぱりなかなか声優さんの声をなぞってからできないところで、まあ一個受け入れてもらえるように挑戦っていうことは自分なりにはあのアニメにはないチョロマツ感だけどチョロマツっぽいって思ってもらえるようなところを目指してやっております。それが難しいところですかね。はい、そうですね、割とこの六つ子の中では一末がアクションがそんなに激しくこう動くわけでもなく静かに喋るので、こうやっぱり広い舞台上でどう視線を集めるかだったりとか、逆にその集めないでいるところであったりとかっていうところの見せ方だったりバランスだったりですかね。あとは基本猫背なんで肩がすごく凝ります。はい、以上です。はい、十四松の大変なところはあのスリッパなんですよ、靴が。このスリッパって部屋で履くものなんですけど、十四松っていっぱい動くんで、あの結構その動きに対しての着地とかブレーキとかそうだね、そういうところが大変なとこあったんですか。いっぱい動きの部じゃん。でもね、本番通して思いました、あスリッパはやばいと思いました。大変だった。でも便所サンダルですよね。確かに。でも一松兄さんは結構動かないから。重心マスター、何の時間だ今、何の時間だ。頑張れ、逃げるな。ディスってるわけじゃなくて、うん、いいよ。あと重心末は結構会話の流れをぶった切るというか、突発的にバーンってなんか関係ないことを言ったりとかするんですけど、そういうところのセリフの覚えっていうのが結構難しくて、今は楽しくできてるんですけど、最初の稽古段階とかは結構その台本を覚えるっていう作業が結構大変だったなっていう記憶がございます。以上です。はい、とどまつの大変だったという点についてなんですけど、そのやっぱ、なんで笑ってるんですか。すいません、この六つ子のインパクトある個性あふれるキャラの中でどうやってそのとどまつっていうキャラが印象に残るかなっていうのを僕すごい試行錯誤してて、ほんとみんな自分の味とかキャラを出していくのがすごいなと思う。上からなんだ。すいません、すいません、謙虚にすごいなと思ってて謙虚にすごいなって思ってて、そこを自分も吸収してもっととどまつというキャラを最後までどんどん突き詰められたなと思っています。以上です。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。僕からですか、うん、僕がやりたかったのは、そうですね、皆さんすごいやりたかったんですけど、僕ツッコミもやってみたかったです。チョロマツやってみたかったので舞台回収できへんのさ。ああ、
そういうこと言わないでください。タロチンだったらもうちょっと違う感じでやってんなって思ってるんでしょう、多分。え、違う。いやでも、ウイウイしいチョロマツができたかなと思って。誰がウイウイしてないチョロマツ。ベテランのチョロマツということで背負ってるもんね。はい、レンは僕はトドマツやってみたいなと思って。あ、似合いそうだね。ね、あざといもんね。ね、自分でねっていうの、うん、でもそのあざと可愛いっていう表現をちょっとやってみたいなって個人的にはずっと思ってました。で、太郎ちゃんのトドマツもすごい好きなんですけど、たまーに、たまんな。たまーに、まあ、俺のトドマツだったらこういうことをするだろうなとか思いながら、でもそういうアドバイスとか、いや、そういうこと言っちゃうと変に意識しちゃうかなと思うんで、僕はその自分の中で仮想。じゃあ市松は？俺はね、あのね、お粗末かな。おお、やっぱりなんかその逆にさ、みんな濃いからすごく、うん、なんかだから逆にあえてこうお粗末みたいな長男だけどね、すごくこう適当にしてそうに見えて実は兄弟思いなとこだったりとか、なんかすごい奥が深いキャラクターだなって思うからやってみたいなって思います。なるほど。チョロマツは、すみません、多分質問とちょっとあれしてしまうかもしれないんですけど、ちょっと生まれ変わってもチョロマツ。おお、これね、これね、自意識ない、ね、いや指さすな。もうね、あのほっとけないんです、もう大変すぎて。だから多分どうせ突っ込みたくなるんだろうなと思いまして。はい、カラは、僕は生まれ変わってもカラマツですね。そうですね、でも、うん、もともとこのおそ松さんに出演することが決まってからずっとカラマツがやりたいなと思っていて、まさかのカラマツだったのでっていうのがあったから、やっぱカラマツなんですけど、この稽古を通して本番大阪公演を通して今この質問を受けるとおそ松かもしれない。おそ松をやってみたいな。おそ松なんかい。生まれ変わってもカラマツちゃうんかい。いや、まあカラマツもそうなんですけど、もちろんなんですけど、おそ松、あの一緒に絡むシーンがすごく多いんですけど、なんか、まあ、ちょっとこっ恥ずかしいこと言うと、なんか愛を感じるんですよ、すごく。おそ松兄さんからすごく愛を感じるんで、芝居の、そういう芝居の上ではね。そう、芝居の上では。いや、どういうこと。プライベートないです。大丈夫です。なんでおそ松ですね。はい、僕はもう F6 だったら誰でもいいです。お前100点の答えない。王子様ちょっとやりたいですね。なかなかない、うん、身長が足らないのかな。F6 の皆さんは。僕はあの六つ子のカラマツですね。ああ、いや普段がね、はい、割とそういう感じなので。勇気はかっこいい。確かに勇気はかっこいい。ちょっと待って、勇気は勇気はね、イカサがない、イカサがない。じゃあ、あれは、俺あれはって言うんじゃない。俺十種末がやりたい、六つ子の。やってみる、やってみて、やってみて。ありがとうございます。怒られない、いや、カメラを構えるな。せーの、ハッスル、ハッスル、マッスル、マッスル。チカ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 。すごい、俺これ叩かれる。強一ケントは、僕はイヤミやるです。ああ、まあ、ミツさんは壊れないと思いますが、スタイル的に、あ、イヤミのあの衣装を着たいなっていう気持ちがあります。うん、おしゃれだね。いや、俺もムツゴカラマツかな。人気じゃん。カラマツ人気。うるせえ。大丈夫です。ムツゴカラマツかな。嘘でしょ。じゃあちょっとカラマツやる。本当に、ユキのあのカラマツはかっこいいおそ松。あ、じゃあカラマツじゃん。ゆうすけ、ゆうすけ、ゆうきが言ったら、僕が自分があのカラマツになるんだったらかっこいい方で、俺は痛い方。確かに痛いもんね。すごい痛いねって言われるし、あとなんかあのカラマツすごい、ね、似合ってるじゃないですか。そのプライベートのゆうすけと結構統合することがあるんで、やっぱ痛い同士なんかそういう痛い同士、痛い同士共鳴しちゃってるのかな。なるほどね。じゃあゆうきは。僕はあれですね、六つ子のチョロマツです。おお、見てみたい。僕、その、ケツケ君のツッコミすごい好きなんですよ。あー、いいね。キレがあって、俺絶対やりたくねえけどな。やめろ。ほんと疲れ、ずっと喋ってますからね。ということで、みんなに聞いてみました。はい、ありがとうございました。急にしかいなる。